どうもこんにちは、ナッチでございます。本日はタイトルにもある通りなんですけど、バステトさんの現状が悲しいことになってますという動画でございます。この前のね、生放送、滞在流ラッシュをやってた生放送でもちらっと触れたんだけど、バステトがさ、まあ最初の頂点生組だから仕方がないんだけどね、洗脳見ていきましょう。まずですね、独体性2個っていうのがちょっとね、よくわかんないんだよね、今の環境だと。カリンも確かそうだったかな。僕はこの前のレアガチャでこんなにカリンを引いたのか。そうだね、カリンちゃんも最近の超転生ではあるんだけど、独体性2個なんだよね。なんか最近って転生キャラでもさ、その超覚醒じゃなくても完全体性持ってたりするじゃないですか。だからちょっとこれもまずどうにかしてほしいっていうのと、まあスキルは仕方ないか、ハロウィンがやっぱり限定だからなのかな。まあこれがちょっと弱いのはね、まあ目をつぶりましょう。リーダースキルを見てください。貴族生かつスキル使って最大コンボ組んで 3.5 倍で14倍かな、なんですよ。まあちょっと倍率低いかなって思うじゃないですか。こいつを見てください。最近強化されたこいつ、攻撃力は15倍、攻撃力は15倍、しかもスキルは使わなくていい、コンボも要求しておりません。しかも延長までついてます。もうリーダースキルだけで見たら完全に負けてるんですよ。おかしくないですか。なんか卵つながりだから強化しとこうかなみたいな感じで強化されたこいつに乾杯っておかしくないですか。しかもこいつ覚醒もね、めっちゃ強くなっちゃってるんですよ。ってことでなんかね、動いてんのにさ動いてんのにさ、なあひどくないかって話や。いや、もしね、この超転生の上が今後出てくるんだったらいいですよ。でも多分しばらくないじゃん、超転生の上って。動かしてしまったわけだし、超絶転生とかになるんですかね、パズドラ語録で言うとね。なんでまあしばらく強化ないんだったら、ちょっとね、スキル圧縮するなり、指プラスにするなり、毒を完全耐性にしてあげるなり、何か欲しいなと思っております。そんなね、彼かわからんけど、彼と彼女をね、ちょっと今回は同時に使っていこうかなということで。で、スキルトリガー枠はもうネロがいいでしょうね。ネロにやってもらいます。バステトでまあ、どこまでいけんのかって話ですよ。あ、ちなみに、裏修羅に行けやこのクソ野郎っていうコメントがたまにあるんですけど、裏修羅はちょっと、超転生アルテミスが来た時にやりたいんで、よろしく。そんな内容変わらんらしいんだけどね。ちょっとアルテミスでやりたいなっていうのがあるんで、よろしく。さあ行きましょう。どうかな、どれぐらい手応えあるかなって話よね。一応ね、変身はできません。できないんだ。できないんだ。それは困りますね。まあでも一発ぐらいなら受けれそうだよね。チャコルで遅延しちゃってもいいけど。そう、これがさ、相性いいんだよ、これ。ボトムレスグリードっていうね。卵ついてんだけど、これがさ、毒完全耐性になる上にバインドもね、対策できちゃうっていうね。まあ、ちなみにネロが変身したら毒耐性はつくんですけど、意味なかったね。バッケスで押し上げてやるってのもあるよね。それもあるよね。まあ、一発でも受けれるっしょ。受けまーす。食らいまーす。やめなさい。そういう落ち込みやめなさい。おい、ギリギリ。ネロ使うよ。そこのパーティー意外とね、指がないんですよ。確か。ネロが変身してやっとね、8秒とかだったはずです。なんてこった。なんてこっただよ、マジ。ここない。ない。セリカ1。で、ネロ。やばいな。セリカ、ネロ、バステトしかないのか。で、遅延受けましたね。何か使わないとまずい。セリカ使うか。てか、セリカ使えるんだったらさ、みたいなとこあるよね。セリカは延長枠、ネロがスキルトリガー枠にしていきたいね。バステトはもう吸収に専念してもらうという感じでやっていきましょうよ。全体攻撃とか使わないんでね。全体攻撃になるって何ですかっていう話で。今だったら無効感か L 字組むよっていうお話ですよ。あー、まあ、チャコル使っとくか。バステトが属性吸収無効できますから。チャゴル使っても問題はないでしょう。気がありません。ちなみにあれか、追い打ちはないのか。危ねえ危ねえ、気づいてよかった。バステトが持ってますからね、そこは優秀。ありがとう、君とアリエル。
よし、バセド出番が来たよ。使いましょうや。あ、てか、アリナを使うのもありやったね。アリナを使うのもありなんやね。おっと、鳥肌。セリカ使って逆の方が良かったな。ヘイストも入るんか。優秀です。エフェクトがすごいです。いろいろついてます。ネロも使っちゃう。え、じゃあこれさ、アテンが出たらどうするつもりだったん？てか、タマドラ気づいてしまった私は、タマドラをどうする？バッケスでぶち抜けるか？バッケスエンハンスでぶち抜けたらかっこいいけど、実際どうなんだ？倍率はすごいよね、バッケスエンハンスのね。倍率はすごいけどって話よね。完全に忘れてましたね。相方デク君ではありませんからね。ネロ君ですからね。あー、不安になってきた。怖い怖い怖い。はははは、待って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 、毒耐性のチャコルじゃないという事件が発生しました。それは聞いてないので一回帰ります。ありえんだろおるのにさ、おるのに使わんのありえんだろ。これか、いたな。ちょっと待って、ガードブレ検討だな。ガードブレ検討だけど闇枠を必要とされます。アリナを変えるわけにはいきません。バッケス変えんのは違うよな。せっかく今回バッケスをね持ってきたのにさ。わかった、お前だ。いや、お前入れてもガードブレがねえわ。ガードブレ武器をつける？ついに検討なら、ヤシャマルでいいんじゃね感はあるよね。うん、鍵作っちゃったけど今。ヤシャマルとかね、エリーゼできなくないですよ、別に仕事。ヤシャマルでいきます。さすがにあの武器はね、あの武器つけたおでドラよりかはこっちの方がいいと思うんで。いや、追い打ちがねなくて困るってことが多すぎますね。生成がメインのパーティーですから、寄生成がね、ネロとあとはセリカのなんで、回復消えちゃうんですよ基本で。かつリーダースキルには追い打ちがないので、それがちょっと困る場面がね非常に多いです。ほら、こういうとこ、こういうとこ。こいつ大丈夫なんか、殴っちゃって。で、今回復ダウンも受けちゃって、やばすーやばすー、もうどうすることもできないすー。これどうなるんだろう、どうなるんだろうだよ本当に。多分回復は間に合わないから、セリから延長の方が良かったかな。とりあえず殴ってみたいと思います。どう、そもそも10コンボ組めなかったそうな。耐えたよ、耐えたよ、生きてるよ、生きてるけど結局追い打ちはないよ。困ったよ、どうすることもできないよ。延長しがてらね、延長しつつもね挑戦してみようかな。これならいけるよね。いやでも根性行ってからこいつが何をするかによっては情け無用。あら、覚悟はできていません。盤面戻った方が組みやすそうではあるな。ただないんだよな、結局。結局またないんですよ。困ったんですよ。バッケスでエンハンスして、これも使っちゃってみたいな手段はありか？いやでも何もしてこないんじゃねっていう可能性もあるよね。あの、吸収を改めてするんじゃねっていうさ。ただそこでまた殴ってくるんじゃねっていう見方もあります。ちなみに秒数は 2.25。 2.25 はやばい。ヤシャマルを信じたいと思います。もうそれしかないっす。これ使って、でバッケスも使って、でセリカで炎上してからの、貴様の風捉えたぞ、回復5個捉えようっていう作戦ですね。はい、ありがとうございました。これどうなんの、これどうなんの、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 どうなななな、な、お、おっと、優しい。最初からそうしてくれればよかったんですよ。
情けはまだ存在しましたね。ありがとうございます。回復もしたいな。ちょっとここはヤシャマル連れてきたんで大丈夫なはずです。もういろいろとね、その前に壁が多すぎます。タナトスめっちゃ危なかったからね。なんか無効感組んでめっちゃ落ち込んきてなんとか倒せたけど、普通のコンボじゃタナトス 20% ぐらいしか減らんからね、全力でやっても。待て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 、ちょっと待って、普通に色がなかったよね今。積んでんじゃん。色作れないから積んでんじゃん。わからん、色あったらすいません。多分なかった。リーダースキルに慣れすぎたのかな、追い打ちがある。そこがすごく不便に感じました。まあその上から寄生生するから回復消えちゃうっていう、このパーティーとの相性の悪さもあったんだろうけど、まずそこが辛かったね。ただまあ戦えなくはないですね。倍率はギリギリ足りてるかなっていう感じでした。まあ延長枠としてもね、セリカがやっぱ優秀なんで、神キラーもゴリゴリとついてますし、2ターンだしね、こっちは。なんでちょっと強化いつかしてやってほしいですね。バッケスに負けてんのはちょっとあかん。あかんと思います。はい、ということで以上ナッツでございました。バイバイ。